天満基地の移設問題で、鳩山総理大臣は、沖縄県内への移設に重ねて理解を求めるため、23日を軸に沖縄を再び訪問することで調整しています。政府はきのう、沖縄への負担軽減策として、訓練の一部を鹿児島県の徳之島のほか、全国の自衛隊基地に分散移転することや、沖縄の鳥島と久米島の砂漠場の返還などをまとめました。 12日からワシントンでアメリカ側との実務者協議を行い運用面などの検証に入りますこうしたことを受けて鳩山総理は23日を軸に沖縄を再度訪問し県内移設に理解を求めるため中山知事らと直接交渉したい考えです米側との話を進めると同時にまあ当該地元との調整も同時進行ということで ただ北沢防衛大臣は、5月末以降も交渉ごとが残るのは仕方ないと述べたほか、閣僚も5月中の完全決着にこだわらないとしています5月の31日というところで100、100%の方々の賛成を得るということはなかなか難しい、継続をしていくということにはなりますけれども、それは先送りでもなければ、5月決着の断念ではないと。 ひどい結論を5月末に出されるぐらいであればです、ね、それはあの本質的なあの真の解決をきちっと目指してです、ね、やるべきだこの鳩山総理の再訪問に対し、沖縄県側は、どう対応するか協議しています沖縄県によりますと、今朝官邸サイドから、鳩山総理が23日までに再び沖縄を訪れて、知事に会いたいという連絡があったということです。 昨夜から中井山知事が上京しているため、地元に残った上原副知事らが協議に入っています。沖縄県としては、今月4日、中井山知事が鳩山総理と面談した際に求めた、基地から派生する様々な問題の解決の成果が得られれば、総理の再訪問にも意味があると受け止めています。